これから後半スタートします。今は2-1ん1-0間違えた、ワープワープ、まだね、だから1打差みたいなもんですよ。はい、そうだ、ね、ストロークも1打差ぐらいなんで、今ちょっと雰囲気は和やかなんですけど、いつまでこの和やかな雰囲気が続くのでしょう。それではスタートしまーす。はい、じゃあお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ちゃん、後半ワンアップですが、はい、気持ちはどうですか？そうですね、一応バーディーパットは結構してるんですけど、うんうんうん、チャンスはいっぱいつけてるよね。なかなか、はい、それが入ってないんで、うん、後半は、うん、バーディー取っていきたいです。てか、まあ、もうバーディーじゃないと勝てないそうだねバーディー合戦だもんね。ワンアップできないんで頑張ります。3番ウッドです、はいはい、今日は本当にあのラフばっかりですじゃあこれもぶれないように、はい、つま先しっかりします。左足下がりです。うん、ナイスです。はい、どうも。うーん、転がった。ナイスでーす。もうほとんどスライスとかってないですか？うん、スライスはもしスライスが出たら、うん、ちょっと腰の回転止まってるなとか、ちょっとあんまり調子が出てない時かな、うん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 、ミスはあってやっぱ左の引っ掛けとかが多いんですかね、うん、そう、ドローしか出ないから、うん、もう引っ掛けがミスっていう一つのことしかないので、うんうん、はい、注意することもそうすると少なくなってで、はい、考えることも整理されていいかなと思ってます。うん、さあこの飛距離の差を生かせるか。まだ生かせてないでも今日はあの前回のリサちゃんの時と違ってあのまだショットがショットがいいですよね、はい、すごくまずまずなので、うん、ドライバーがまあまあいいんで、ね、まだまだ頑張れます。はい、こんだけアンジュレーションがあるフェアウェイで上に乗せてきた、こんだけしか幅ないんですよ。こんだけしか幅なくて、こっちはもう全部下がって、木に当たったかなって思いましたけど、木に当たったんですか、ね、うん、で音はしたよね。残り何ヤードなんですか？250ぐらいです。250 250。それは手にしているのは、手にしているもので届きますか？届かないです。届かない狙ってはない。狙ってはないけど、割と近くまで、はい、うんうん、ちょっと気になっちゃうかな。届くんじゃねえかって、フェアウェイに行ってほしい。うん、グリーン手前まで残りましたよ。 OK です。 OK です。すごい狙いやすそうな位置です。距離が
135ヤードで、はい、ピンがマイナス5、うん、ちょっとあれ右から左に流れるんですかねグリーン、うん、手前ピンの手前右から左に流れる、うん、ちょっと多分ね手前に置いちゃうと、はい、あの右から左のあのコブがちょっと気になると思うので、そうですよね、あのコブを越えたい、コブを越えたあたりに置ければ、うん、でもナイソンです、止まった止まった。さあ3打目大チャンスですよ、パー5でここまで来てたら。なんかピンのところって下ってますか、奥に。はい、手前が上っていてピンを過ぎると少し下りに入ります。こんな感じです。お、抑えた抑えた、どうだ、どうした、かなり大オーバーしました。ちょっと強く入っちゃったのかな。突っ込んじゃいました、突っ込んじゃった、痛恨、痛恨のミス。このミス痛いな、ちょっと、うん、もったいない。しかも下り傾斜に当たっちゃったから、うん、あ、そうか、奥下ってるって、はい、パーンっていった、同じような同じような距離。さあここがまたゴルフの面白いところです。グリーンに乗ってみると、お二人とも同じような距離感ですよ。上りのスライスライン、ナイスタッチです。スラフックでしたね、フックスライス。結構奥につけると難しいパットが残ってますね。おー、しっかり打ててる、止まった。先するみたいです。ナイスパーです。変わらずイーブン、ワンアップ変わらずです。アプローチ、あー悔やまれる、これがゴルフです。プラスピン148ヤードのプラスピン、ちょっとアゲンスト、そんです。ちょっとな、結果はいいけど、お、え、めっちゃ近くない？結果はいいけど、結果はいいけど、ただ薄かった。みほちゃん、今の自分の中ではどうだったんですか？なんかちょっとやっぱ捕まりそうな感覚なんですよ、今ので、うん、だから少しなんか、うん、あれが続くとちょっとこう引っ掛けが出そうかなっていう感じで、ちょっと嫌だなって思って、うんうん、結構めっちゃいいんですけど、結構めっちゃいいけどね。狙いますパーティーね、これはちょっと、しかもわかんない、こっちから見ると上りのパットに見える。
上りな気がしますね。上りの。さっそうと歩く塩田さんです。いいとこにつけられちゃってるからね。うん、やっぱりマッチプレーなんで、どっからでも狙っていかないと、ね。そうだね。どっからでも入れる気持ちでいかないとね。そう、入れる気持ちで。どう？みおちゃん、チャンスつけてるけど。しかもこれ上りのパットなんで。入れてきそう。入れるにかけます。かけてる。面白い。入れますね。入れます。これは入れますよ。塩田さん、どっからでも入れてくる気持ちでいくよ。やっぱ本当に宣言通り、どっからでも入れないと。今ちょっとびっくりしました。今上りだから可能性はでもあったのかな。ちょっと美穂ちゃん、はい、入れなきゃいけない。いや今のは良かったね。良かった。興奮してます。興奮してますね。ちょっと今血糖値上がりました。あ、血糖値上がった？血糖値違うな。テンション上がった。テンション上がった。すごくないですか？いや、ね、あのロングパッド入れてくるショートさんもすごいけど、そのプレジャーをかけられた美穂ちゃんもそう入れるんです。もういやー、ね、これがやっぱさ。頂上に行く人たちのさ、いやですね。いやですね。いや、私は今美穂ちゃんの立場だったら、超越したかも。あビビってちょっとあの抑えに、そうそう、抑えにっていうか、なんかこう強く守りに、守りに。あーすごいっすね。すごかったね。翔太さん、はい、先にスーパーロングパット入りましたが、はい、入れてきましたね。さすがだよね。なんか、やっぱり私のはまあ入っちゃったにしても、その後のあの入れ頃外し頃、うんうんうんね、まあ美穂ちゃんも結構距離あったからね、うんうん、それを入れてくるっていうのはやっぱりただものじゃないなと。メンタルが強いな。いやでも今のは結構ね、うん、すごかった。今のはね、しっかり打てたからよかったかな。10歩以上は多分、18歩18ヤードぐらい。ゴルフって不思議です ね、 ね。ワンピンが入らない時あれば18ホが入っちゃう時もあるっていう、あるから、ね、これでまだ差が縮まってませんが、うん、今のはねこう縮まってないけど、広げられなくてよかったなっていう気持ちの方が大きいの で、 うで、ね、もうバックナインに入ってもうホール数も少ないので、うんうん、ガンガン攻めていきたいと思います。はい、ありがとうございます。ナイスバーディーです。ありがとうございます。今のあのパターンの時何か考えてましたか？もう入れられちゃってるんで、うん、バーディーパットが、うん、めっちゃ長いですね。だからもう私の方は入れるしかないんで、うんうんうん、でももう入れたいけど、うん、あとはもうラインと自分の距離感さえ合ってれば、うんうん、今でもホッとしました、ね、入ってあれ弱かったら多分ちょっとフッ、ね、はい、切れちゃう。切れちゃったもんね。ナイスナイスバーディーです。ありがとうございます。嬉しい。ガッツポーズした。したね。2人だから信頼できる。すごい。ナイスショー。これいいとこじゃん。これもう本当にさ、生で見てほしいよね。すごい。ナイスショー。
てってますね、バンカー。関係ないんだよ。16ヤードで、ちょっと風は右の後ろからフォロー目に入ってます。116、でこのグリーンはちょっと奥につけると大変なので、あ、なるほど、オーバーだけはしないように。はい、手前からです。手前からします。できれば右の下につけたい。はい、いい音。ナイさんです。ちょっと上かな。いい音だな。ちょっと巻いて入ってるね。処置します。処置が早い。ナイちゃん、その木気になる？多分大丈夫。二人を見てるとバーディー合戦で面白いです。まあ、平らでラフなんでちょっと木も気にならないらしいんで大丈夫かなと思います。おお、当たってしまった。気にならない木に当たってしまった。本当に右出し、はい、やったかったのに、はい、ちょっと、あ、すぐ出た。ちょっと狙い目はもう少し右だったんですよ。けどちょっと左目に球が出ちゃったと思う。打ち出しがちょっと出ちゃった。ちょうどピンの方向は少しかかってたからね。珍しい。ボタンが木にぶつかってしまいました。慎重に。慎重にね、ここでスリッパッとしないように、はい、ちょっと注意します。はい。日が出てきた。日が出てきた。ホットスポットライト乗せるね。今スポットライト見てます。さあ、大事なアプローチになってきますね。ここで並ばれる可能性も出てきましたよ。天気も晴れてきました。純ちゃんの実況。天気は晴れ。え、天気は晴れだっけ？なんかありましたね。やっぱちょっと午後太陽出てきて乾いてきましたかね。結構戻ってるよ。あら？まずまずったよ。まずまず？まずまずまでできましたっていう傾斜だよね。ここは結構スライスが効いてます。残りか下りかって言ったらやっぱりちょっと真剣に塩田さん聞いております。珍しいです。バーディー。お、分かるかな、これ結構スライス効いてるんでしょう。効いてるね。立つと余計感じるね。そう、そんなにいくの。切れますね。ナイスタッチです。つけちゃいけない上につけちゃいました。みほちゃん、これは結構大事な、リードを守るには大事なパットになってきます。下りのスライス、かなり下ってます。あー、入れてきた。今日のみほちゃんはちょっと違うかもしれない。今日のみほちゃんはちょっと、ちょっと今のは、スカホール連続本当良かったね。ゆうこさん、はい、どうですか？てか今の、はい、いや、私横から見ててかなり傾斜きついの見えたんで、ツーって行っちゃうような。私もさ、今のはちょっと並ぶ気がしてたんだよね。私もした。あ、これ絶対並ぶ、で2回見せてるから ね、 そうだよね。木に当ててアプローチオーバーして、うん、あれであのパット入ってきて、ちょっと今日美穂ちゃんは調子いいなと。なんか違うね、ちょっと違うね。今のと波変わるかなと思ったんですよ。そう、流れがさ、そうそうそう、今のでちょっと変化が来るかと思ったけど、入れたね。入れたね。こういうのでまたこう流れがストップして、うんうん、ストップしなかったか、うん、流れが変わらずで多分いい感じに、うん、
行くんだよね。ボギーが出ないね。出ないね。バーディー合戦ですね。うん、ちょっとあと残り 6? 残りね、まだね6ぐらいか、3つしかやってないんで、6で6ホール楽しみです、まあ、どうなるか、どうなるか、まあ、変わらずなんで、うん、みほちゃんのワンナップ、ワンナップ、まだワンナップしか下がんないっていうのがすごい、わかんない、みほちゃんもちょっとティーショット曲がり始めてるから、うん、午前中よりは、うん、あっていうのも確かに、で塩田さんちょっと正確性が増してきて、パターも立っちゃってきてるから、うんうん、安定してる、ちょっとこれでどっちがロングパット入るかですね、うん、はい、ですね、行きましょう。